セイペテロとパウロの教区教会は、オーバーアーマガウにあるカトリックの教区教会で、バイエルン州ガルミッシュパルテンキルヒエン地区に属する。この教会は、南ドイツのバロック様式の重要な例とされる。1735年から1749年に、ヨゼフ・シムセルの建築計画に従って建てられた。彫刻は、フランツ・ザビエ・ s c HM ・ d l が、絵画とフレスコ画は、 マテウス・ギュンターが担当した。このコミュニティはミュンヘンとフライジングの広塚砂教区に属している。旧世紀にはプレロマネスク様式を持つ前の教会が建てられていたと考えられているが、さらにその前には木造の教会が建てられていたと考えられている。その頃、ウェルフ・エチコは修道院の共同体での生活から12人の同業者たちと共に引退した。 12世紀のクロニクン本バインガルテンによるとエチコは天川に教会を建てたことが記されている。彼と彼の同業者たちはここに埋葬された。1167年にはプリンス修道院に教会の造詣権を持つ12個の農場が寄贈された。1295年と1362年にはロッテンブーフ修道院に所持された。 オーバー・マガウのすべての牧師は1432年から1802年の修道院の世俗家まで追跡でき、それによると彼らは全員アウグスティヌス会の修道士だった。1893年にオルガン製造会社である GF スマイヤー &CEO によって2つのマニュアル楽器と30のストップ付きで建造された。後にこのオルガンは拡張され、 44のストップと3つのマニュアルにペダルが付けられている。ポルノ・ベーカー、ハンス、カトリック・パリッシュ・チャーチ・オバロ・マーガン、ISBN 978から3から898708340。ありがとうございます。